ナムさん。ん？何？どうしたの？いや呼ばれたから来たんですよ。いやいや。どうしたんですか？呼んでいきなり。いやちょっとさ、ちょっと思うとこあってさ。はいはい。俺もう収益したじゃん。預かってもらってるお金を。そうですね。ナムさんの収益は全部自分の会社で貯金してます。その中でちょっと一番いくね。あ、まあ、ナムさんの収益なんで全然いいですけど、ちなみに何に使う気ですか？いやそれはもう後から楽しみで。え？いいことあるから。ナムさんまさか、ま、いやいやそういうあれはギャンブルじゃない。あ、タバコっすか？いやタバコでもない。お酒っすか？いやお酒でもない。なんすか？とにかく家払ったから黙ってくれればいいんだよ。いやもう分かりました。じゃあナムさん口座からちょっとじゃあ1万円下ろしてくるんで、うん、ちょっと待っててください。うん分かったよ。トヨさん、ナムさん、お待たせしました。ああちょっと今コンビニでナムさん口座から1万円下ろしてきました。うん、なんすか？いいよ一応来ればわかんない。あ、今から行くんですね、そこに。一応行くんだよ。あ、じゃあ行きますか。うん、収益一貸したとはいえ1万円はなかなか大きい金額ですよ。1ヶ月1万円でもね、プラスオンドがくれてるから。あ、そうですよね。そんな大きい金額何に使う気ですか？全然言ってくんないし。いや、黙って聞いてくれへんだよ。あれっすか、なんか食いたいもんあるとこっすか？いやいや、俺もいろいろ考えるとこあってさ。はい。だから、もう、うん？エビシマ。エビシ、あ、あれっすか、なんか靴欲しかったんすか？違う、トマさんにお世話になったらさ、収益化のとこダイプを靴を買ったけど。え、なんか収益化して一発目自分に靴買ってくれるんですか？そう。え、マジっすか？いやいや、だからほら、そんな大したもの買えないんだけど、はい、まあ、お前がヘビさんの気持ちで。え、マジっすか？うん、え、めちゃくちゃ嬉しいっす。うん、いいんですか？いやいやいや、俺決めてたから。え、めちゃくちゃ嬉しいっす、うん、ちょっと感動しちゃいました。じゃあナムさん、自分に靴選んでもらっていいですか？ナムさん、これは女の子用ですね。これも女の子です。ナムさん、自分の靴の前に。まあいいよ。いいんすか？本当にめちゃくちゃ嬉しいですわ。黒か。あ、もうナムさんのおすすめでいいですよ。これどれ？あ、かわいいですね。防水だし、雨の日に、うん、一応キープで。いいっすね、うん、あ、こういう靴もめちゃくちゃかわいいですね。高いあ、ちょっとそうですね。思いっきりギュッと言う。あ、ちょっと予算オーバーですね。そうそうそう、なんか昔のバンド、昔のバン、昔バンっていうメーカーがあったの。バンズじゃないですか、バンじゃなくて。あ、失礼しました。俺さっきキープしたんだ。あれとこっちどっちがいい？そうですね、これはスポーツタイプで履きやすそうですね。でもこれ防水じゃないですもんね。うん、なんか初めての収益なのに自分に買ってくれるのがすごい嬉しいですね。せめてもの俺の気持ちだよ。ありがとうございます。これってどうなんだろう。あー、ちょ、おしゃれなサンダル、うん、あ、こういうのも可愛いですね。ね、でも日頃そういうこれで履いて仕事はできないもんね。あ、そうですね、まあサンダルはちょっとダスすぎます ね、うん、ね、ちょっとスポーティーなスポーツシューズですね。うん、黒は汚れ目だったらね。あー、さすが分かってますね。うん、自分今黒履いてますからね。あ、そうですね、ちょっと涼しいタイプのやつですね。うん、じゃあもう俺もグランダーであるから、それで楽しみ待ってる。あ、じゃあ自分外で待ってますね。うん、お会計大丈夫ですか？大丈夫。じゃあ外行ってきます。うん、ありがとうございます。あ、ナムさん買いました。いや、買ったよ。ありがとうございます。うん、え、じゃあ早速ちょっと見せてもらっていいですか？いや、いいよ。見るかどうかわかんないけど。いやいや、絶対全然嬉しいっすよ。もう気持ちだからさ。じゃあさ、これ買って帰るけど気に入るかどうかわかんないけど。え、めっちゃ楽しみ。これは似合うんじゃないかって。昔俺が生きてた時は、いや、生きてたじゃない。俺が前靴買いに行った時はこういうメーカーなかったから。絶対ありました。あった。え、でも嬉しいの、なんすか、どれ、どういうバンズですか、これ。え、かわいい。もう見えちゃってる。うん、え、かわいい。え、スリッポンじゃないですか、バンズの。こういう感じ。え、めっちゃ可愛い。まあ、左やつ出さなくてもいいよね。え、ちょっと履かしてください。履くの？履き
しますよ。今日雨だよ。いやいや、さすがにちょっと渡してくださいよ。あ、でもナムさん自分サイズ言うの忘れてたの、やべえな。いや、前聞いてたからさ。ぴったりすげえ。うん、あ、なんか測ったみたいなあれだな。すげえ、ぴったりっすよ。うん、いや、喜んでもらって、俺も嬉しいです。うん、超ぴったりです。うん、めっちゃ嬉しいです。よかったよかった。超嬉しい。ありがとうございます。やめたもの、会社の意味で。じゃあ、ナムさんの初収益、うん、自分の靴なんか本当に嬉しいんですけど、マジで。うんうん、まあ、一発目はさ、もう前から決めたから。これ大事にしますわ。うん、ちなみに、ちょっとあの汚い話なんですけど、何イングレッシュなんですか、これ。これまあ、そんな、あんまりね、決まってる問題だから。まあ4000円ぐらいかな。このスリッポン4000円ってことなんで、多分6000円ぐらい余ってるんで、じゃまたナムさん貯金に入れるので6000円返してもらっていいですか。でもないよ。え、ない。え、本当はさ、やっぱり選んでたらなんかスリッパいいやつあったもんで、ほほい、うん、で、これ買ったんだよ、スリッパ。あ、自分のスリッパも買ったんすか。そう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 、クロックス、ナムさんの。うん、ナムさんスリッパないって言ってましたもんね。うん、ごめんね。いや、ごめんねっていうか、これナムさんの収益なんで別にいいっすよ。うん、まあ、とりあえず、今回自分で稼いだお金なので、うん、あの大事な履いてください。うん、1000人ぐらいでか、マジで結構撮ってたら。本当ですか。それで、あの私地元この辺だからいらっしゃいましって、あ、マイク撮るために探したんですけど見つからなくて、いや今日初めて見つかってめちゃ嬉しいです。こちらも嬉しいです。初めてファンの方に会えたので嬉しい。ありがとうございます。ディズニーの動画も楽しみです。あ、頑張って今編集してるので頑張りますので。ありがとうございます。こちらこそ、あの、ありがとう。今日、あの撮影で、あのね、まあ、内容はあまりお楽しみにしてもらったなるほど、すごい嬉しい。本当に、こちらこそ頑張ってください。ありがとうございます。でも、もしよかったら今、買い物したもので申し訳ない。あ、見ません。ありがとうございます。助かります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ナムさん、え、本当にファンの人いるんですね。嬉しいよね。何もらったんですか。これこれやばっ。いや、なんかビビったんですけど、マジでファンの方さ、俺、ナムさんさ、いるとは言ってたけどさ、こうやって初めてじゃないですか、自分会ったの。超びっくりしました、ね、これ今、ファンの人もらったんだけど、ファンの人も考えてんだね、これが歯がないってこと。食べ子動物、うん、いや、これギリ考えてないな。うん、え